眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。いやー、こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなーとか、いや褒めてほしいんだけど人に言うほどでもないかなーとか、まあ本当何でもいいんで、そんな出来事を送ってください。僕が最大限褒めさせていただきます。では最初のお便りです。兵庫県お住まいのラジオネーム、アイリーンみたいなお顔になりたいさんですね。ありがとうございます。私は人から注目されることが苦手です。しかし職場では職員会議などがあり、どうしてもそこでは嫌でも順番が回ってきて、私も発言をしなくてはいけません。一対一でなら話せても、その場に自分を含め4人以上の人がいるとなると、上がって汗が出て緊張して震えて頭が真っ白になります。そこであらかじめテーマや題材が決まっている場合は、話す内容や言葉を前日までにノートに書いて、それを読むだけでいいように工夫していきました。私のようにしている人はあまりいなくて、おかしいことをしているように見られたと思うし、いちいちノートに書かないとできないのかと思っている人もいるとは思いますが、それでも毎月心臓が痛くなる職員室で発言できるように頑張っています。職員室ってわざわざ言うってことは先生ってこと？いやでも違うか、先生4人以上の人との前でいっぱい話さないといけないもんね。違うか、まあ、何なんだろう、どんなお仕事なんだろう。職員、なんか水族館の飼育員とか、いいねちょっとわかんないけどはい。いやでもね、これでも俺もさ、これ俺ほんと真逆なんだよ。一対一マジでダメなのよ4人以上の人がいる前で結構話せんだけど、一対一マジでダメなの。急に何話していいかわかんなくなっちゃう。そうだから俺友達少ないんだろうななんてね思うんですけどそっかそっか。いやでも克服しようとする姿っていうか、もうそれが大事だからね。うん、大変よやっぱ。できないことできるようにするのの大変さもうめちゃめちゃ分かってるんで僕は。いやめちゃめちゃ偉い、すごい大変なことだと思います。いやでもあれだよ、アイリーンみたいなお顔になったら、いやでも注目の的になっちゃうよアイリーンっていうね、あのレッドベルベットっていう韓国のアイドルグループのね、めちゃめちゃ可愛い女性がいるんですけど、あそうですか。いやでも多分きっとね、なれるよ。うん、絶対ね、やってりゃなれるから大丈夫だと思いますよ。うんね、はい、ありがとうございました。では次のお便りです。東京都お住まいのラジオネーム、ムニムさん。いつもガスケツさんの声で寝落ちさせてもらってます。ものの5分ちょっとで寝てしまいます。さて私は今高校3年生で絶賛受験勉強中です。勉強してもその結果は模試で返ってくるので、いい点数もあれば悪い点数もあって、なかなかポジティブになれません。そんな時はやっぱ人の声で、偉いぞ、この後も頑張れって言ってもらいたいものです。とは言いつつも家族に褒めてなんて言えないので、ぜひガスケツさん、このラジオを聞いている全国の受験生にお褒めと応援のお言葉を送っていただきたいです。お願いします。いやー受験か、なんかもうあれだよね、もう本格化してるよね、もうね、まあ、とっくに本格化してるのかもしれないけど、そっか大変だよな。もう受験と就活だけはもう一生したくない。一番しんどかったその時期が今までで、まあまあ今後もねしんどいこと、まあ僕はあると思うんだけど、でもやっぱりねまだ現状、26のね小僧ですけど、やっぱりね受験はしんどかったもん、思い返すと。いやだからただね、大学生活は楽しいぞ。で、高校受験の子もねたくさんいると思うんで、高校生活も楽しいぞ。もうどんどん楽しくなってくから、中学より高校の方が楽しいし、高校より大学の方が楽しいから、
でもなぜかね、社会人よりかは大学生の方が楽しいんだよね。これひどい話だよね。あんなしんどい思いして就活したのにさ、絶対大学で大学生が一番楽しかったな。まあ今は今でね、お金があるから大学生の時に全然金があるから、まあ、その点ではいいね。好きなものはまあまあ買える、まあ買えるかなぐらいのね感じにはなるけどね。いやー、そっか。いや本当にね、本当しんどいと思うけど、やっぱ頑張ってる君たちは本当に偉いし、多分ねあれだよね、受験生とか多分多いよね。ながら聞きとかしてる人も中にはたくさんいるんかな。いやちょっと頑張りましょう。でその先にはね、楽しい楽しい高校生活、大学生活待ってますんで、残りラストスパート半年ぐらいか。いやちょっと頑張っていきましょうね。はい、ありがとうございました。では次のお便りですね、熊本県お住まいのラジオネームカメポさん。ガスケツさんはじめまして。毎晩寝る前にお世話になっております。もともと寝つきが悪かったのですが、たまたま見つけたガスケツさんのラジオを聞き始め、今では毎回最後まで聞くことなくぐっすり眠れています。逆を言えば最後まで聞けずすみません。全然大丈夫です。私が今一番褒めてほしいこと、それは晩ご飯作りを頑張っていること。もともと私は、料理が得意な方ではなく、 B 型で気分屋ということもあり、とっても面倒くさがり、結婚前はコンビニで済ませることもしばしば。しかし3年前に13歳上の今の旦那さんと結婚してからは、旦那さんに負けじと料理を頑張っています。ちなみに旦那さんは独身生活が長かったせいか、外食もせずほぼ毎日自炊してました。なのですこぶるうまいんです。旦那さんには俺が作った方がうまいじゃんと言われないように日々頑張っているのですが、なかなか上達しません。それでも毎日献立を考え、試行錯誤しながら、過去クックパッドの力を借りながら、旦那さんにギャフンと言わせるべく頑張ってる私をぜひガスケツさんに褒めてほしいです。これからも毎晩聞き続けます。応援してます。ありがとうございます。晩ご飯の自炊は大変だよな。自炊自体はてか、まあ、ご飯作るの自体はそんなにしんどく大変ではないんだけど、それをね続けるのが大変。厳しい。本当なんだよ。でさ、しかもさ、その大変さってさ、その料理してない人からすると分かんないんだよね。前さ、ツイッターでさ、なんか炎上してたよね。なんか、テレビのなんか街頭インタビューみたいなので、なんか、奥様の作る料理で手抜きだと思う料理は何ですかっていう質問に対して、もう旦那が、いや、唐揚げですよね。だって揚げるだけじゃないですかって言うのよ。でもそれがもうね、最近結構ネットで、最近でもないかな、だいぶ前に、2、3ヶ月前かな、大炎上してたのね。いやでもさ、こんなんさ、でも我々まあ料理ね、自炊経験のある身からするとさ、もう唐揚げなんて超大変じゃん。あんなめんどくさい料理ないじゃんね。え、肉切ってさ、もう何こう唐揚げ粉につけてさ、揚げてさ、で油の処理も大変だしさみたいな、最悪じゃん、揚げ物最悪じゃん。いやだからさ、そうなんだよね。でも料理しない人からすると揚げ物なんて揚げるだけと思ってんだよね。マックのフライドポテトみたいな感じでできると思ってんだよ。違うんだけどね。いやでもまあその点ね、その点やっぱカメポさんのね、旦那さんはね、いやこれは素晴らしい。あとね、これ皆さんにね、忠告です、忠告ですよ。一人暮らし経験のある男を旦那に選びましょうね。わかった、もう絶対ダメだよ。実家暮らし長い男なんてね、家事の大変さわかんない上にずっとお母さんにやってもらってるから、家事は女がやるものだと思ってるから、やめなよ。絶対だ、一人暮らしをしている男を選べ。ごめん、ちょっと最近半沢直樹にハマってるからね、ちょっと半沢感出ちゃったけどね。はい、
いやでも本当にその今までねやってなかったものをね、こう旦那さんのために毎日晩ご飯作り頑張ってる、素晴らしい。ガスケツの眠れるラジオはですね、全国の頑張る受験生、そして主婦の皆さん、そして会社員の皆さん、頑張る皆さんを応援しています。はい、ではありがとうございました。それでは、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ。眠れない皆さん、こんばんは。そしておやすみなさい。おやすみ前エンターテイメント、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。この動画で眠れた方は明日もこの動画で寝落ちしてください。よろしくお願いいたします。いやー、それにしても今日はゆっくりしたね。もう何もせんかった何もせんかった。もうね、いやー、もうフォールガイズっていうねゲーム、僕がほんと最近ちょこちょこやってるゲームも新シーズンが始まって新しいステージが出てたりとか、あともう半沢直樹にハマってますから僕はね。2013年のシーズンをね今更見てて、そろそろ最終話、次で最終話かな。大和田許せねえな、あいつな、マジで。あいつは許せないね。でもいいね、大和田常務のキャラクターがいい。とにかく。なんかとぼける感じ。よ、私は知りませんよ。みたいなの。あ、なんかいいね。なんかね、すげえ嫌な奴ら多いけど、やっぱり憎めないよね。黒崎さんもそうだけど、ちょっとすわよの黒崎さんも、やっぱなんか名作ってさ、なんか悪役でもなんか憎めないというかさ、魅力あるよね、悪役でも。素晴らしいね、本当に。やっぱ悪役魅力ある作品っていいですよね。面白いのって大体そうだよね、なんてことをね思ってますよ、なんていう、そんな今日この頃でございますけれども、前回のねコメント欄読んでいきましょう。羊めいさん、食事や遊びは相手が迷惑なんじゃないかとか、いろいろ考えすぎて自分から誘えません。自信が持てたらいいんだけどな。これ私もそうです。これ俺もそう。なんかね、誘えないよな、なんかな。誘われたら行くんだけど、てかね、そう、その迷惑じゃないかなって考えすぎるのもあるし、もうもはや外出たくないしみたいな感じだわ本当にはい、ありがとうございます。スバルさん、半沢直樹の初期を見ている話、眠れるラジオ第1回を半年かけて聞いている人のことを思い出した。あの人は今どれを聞いているのだろう。いや本当だよね。でもさ、眠れるラジオね、第1回だけやたら再生されてんのね。20万回ぐらい。だいたい毎回さ、1万回前後、多い時で2万ぐらいなんだけど、1回だけ20万回ぐらい再生されてんだけどさ、これなんで？これなんてなの？みんな1回ばっか聞いてるってことなのかな、これ。ねえ、いやもう本当に、たまにね、第1回ずっと聞いてますっていう人のお便り読んでるけど、だいたいそういう時って、このラジオ聞いたら、お便りまた送ってくださいねって言うんだけどね、続報ないんだよね。まだね、初期の方聞いてるよ、彼らは。はい、ありがとうございます。ヒレテスさん、日本史世界史用語待ってます。安眠できて睡眠学習にもなる一石二鳥コンテンツになること間違いなしということで。やりたいんだけどね。本当に効果あんのかなとかさ、ちょっといろいろ考えちゃって、だいぶちょっと、進んでないけど、まあ、ちょっとでもやりたい。せっかくね、単語帳買ったしね。はい、ありがとうございました。では、他にもですね、水野さん、島袋さん、ミセス羊さん、ちゃんみさん、ウォウウォウさん、スバルさん、しんすけさんかな、島田さん、ジョングラールさん、ヒレテスさん、しゃもじさん、浦島パンプキンさん、匿名さん、僕はくまさん、牛乳プリンさん、岩間さゆりさん、ミルクティーさん、岩佐ももさん、YN さん、MO さん、おじいちゃんさん、
コメントありがとうございました。番組ではですね、あなたのお便りをお待ちしております。今、募集しているコーナーは、冒頭にあった褒めてほしいのコーナーと if もしものコーナーというですね、あの時こうしてたら未来はこう変わったんじゃないかななんていう、そんな出来事を送ってください。その他ですね、普通おた、ね、その他のお便りも、募集しておりますので、ぜひともですね、概要欄の方に、お便りのフォームを貼っておりますので、そちらの方から送ってください。たまにですね、コメント欄の方にお便りのコーナーを送ってくださる方いらっしゃるんですけど、僕ちょっとね、多分忘れちゃうんで、そう、フォームだと一覧にして見れるんで、ちょっとフォームの方に送っていただけると非常に助かります。すみません、よろしくお願いいたします。それではしばらくヒーリング音楽の方をお聴きください。
ということでね、ぼちぼちお話しさせてもらおうかななんて思ってるんですけど、今日は僕のね、高校時代の切ない恋の話でもしようかななんてね、思ってまして。僕はガス欠ガチ恋勢はもう、嫉妬しちゃうよ。いねえけど。いねえけどさ。いや、わかんない。でも、もしかしたら今後ね、なんかガス欠さんの身に何かが起きて、もしかしたらガス欠ガチ恋勢とんでもなく大量発生して、ねえ、わかんないよ。いねえけどね。はい。ねえ、まあ、そんな感じね。高校の時はね、映画を作ってたんですね。ずっと。で、全国で名を轟かせるというほどではなかったけど、まあ、県内だったら、ちょっと流し入れてたんですね。うん。で、まあなんかね、いろいろ作ってね、なんか他校の人とかも、まあなんか、ね、うちの高校の文化祭とかにも来てくれて、みたいな、まあこともまあよくありまして、そんなね、感じなんですけど、まあある時ね、生徒主体で、ちょっとこう勉強会みたいなことをしましょうということがあったんですね。うん、で、それでさ、まあ勉強会あって、で、まあ僕もあんまりその他校のね、人とそんなに絡みなかったから、まあなんかね、友達でもできればいいな、ぐらいの感じで、ね、参加してたんですけど、そんな時にですね、後輩の女の子、他校のね、一個下の女の子から、僕は連絡先を聞かれるんですね。うん。ちょっとメールアドレス教えてくださいよ、みたいな。僕なんてね、男子校です。男子校。しかも、当時、彼女なんていたこともない。そんな、ピュアな、ガス欠少年。そりゃあもう、それだけで、気になっちゃうよ。ね。でね。まあ、しかもです。その子、今もう、テレビの前に、出てます。そんな子です。はい。頻繁にテレビの前に出てるような子です。まあ、そりゃあ、ね。でね。まあそんな感じでもうガス欠少年は舞い上がっているわけですわ。でもなんかメールのね本文もさ、今まで男とさワロタみたいなさやりとりしかしてないガス欠少年、絵文字をね使い始めます。そこでもういやもう頑張ってたね。うん、特にねグーの拳の絵文字とキラキラの絵文字をよく組み合わせて使ってたね。グーキラキラみたいな感じ。いや今日も部活大変だったよ、グーキラキラみたいなね、もうそんな感じですよ。でね、もうでなんかね、なんかなんだかんだでね会う機会も多かったの。メール以外にも会って話したりとかする機会もすごく多くて、もうガス欠少年はその頃にはもう完全に好きになってましたね。なってました。はい。で、まあメールはね、もうなんかね、でも結構早く帰ってくるから、これはなんかいい感じなんじゃないのかと思っていたんですが、まあある時ね、これはね、D のもののね、気持ち悪い、ほんと経験のない男のキモいところです。彼氏さんに悪いかな?みたいな感じで。なんか、探り始めるんですね、僕はね。なんか、サッカー部の彼氏さんとかいそうだよねってね、送るんですね、僕が。そしたら、なんでわかるんですか?って帰ってくるのよ。泣いたね。うん。で、しかももう僕のラジオを聞いてる皆さんなら知ってるかと思いますが、僕はサッカー部が嫌いだったんで、当時。最悪。なんかね、勝手に寝取られた気分みたいな。ね。ね、別に自分の女でもないのに。いや、泣いたよね。もうね。
まあでもね、ガスケツ少年、そこはもう、もう何食わぬ顔でメールを続けました。気持ちはもうとても萎えているけど。そんでね、高校生活もうそろそろもう部活も引退というね、時にですね、私自分の制作したものがですね、まあ、いわゆるその映画祭でノミネートされるんです、僕が。でそれで、まあ、東京まで行くとなって、はい。で、まあ、その時に、まあ、結構ね、そのこともずっとこうメールしてて、すごいですね、みたいな。で、ありがとう、つって。でも、めちゃめちゃ頑張ってんだって、頑張ること特にないんだけど。で、なんとね、僕ちょっとした賞を取るんです。そこで。で、なんか盾をもらうの。で、帰ってきて、帰るよってなった時に、すいません、ちょっとお会いして、一言言いたいですって言われて、で、ちょっと待ち合わせして、で、まあ、その子いて、いや、本当におめでとうございますって言って、本当に尊敬しますって。ガスケツさんみたいになりたいですみたいな感じ。ありがとうっつって。で、俺はその時もらったね、盾をこう見せてあげた。ああ、すごい。ね。いや、もう、これ、私も撮れるように頑張りますっつって。で、握手してもらえませんかって言われたの、俺。で、握手して。もう、そんなん、握手なんてしようもんなら、もう大興奮だよね、内心ね。D のものなんて大興奮ですから、もうバクバク、もうめっちゃ興奮して。で、あ、じゃあありがとうございましたってなって、もう、まあ、それでもうすぐ解散して、で、その後、ね、携帯に一通のメール、なんか、本当におめでとうございますみたいな、なんかそんな感じの結構長文のメール、今までなかったぐらいのね、結構長いメールが入ってて、で、俺がそれに対して、返信したら、もうそこから返信が来ることはありませんでした。はい。切ないでしょ。切ないよね、これね。ね。で、もう、半沢直樹ばりにね、もう僕は、やられたらやり返す。倍返しだ。ということで、ね。数年経って、YouTube で、なんか、ラジオやって、サッカー部の悪口を言っていると。ちっちゃい男どうしたもんか、ちっちゃい男になってしまいましたね。はい、そんな感じで普通おたー行きましょうか。はい、愛知県お住まいのラジオネームアンパンマンは君田さん、ガスケツさんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ガスケツさんは落ち込んでどうしようもないとき、嫌なことが忘れられないときどうしますか？私は家の中でアンパンマン体操という歌を思いっきり歌うことにしています。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ思い出せ、この部分が大好きです。大人になってから心にしみる子供向けソングってあるんだなぁと子供たちに教えたいです。ガスケツさんもそんな魔法何かご存知だったら教えてください。もうね、俺はこれほんとダメ男で、嫌なことがあったらサウナか酒これに限るのよ俺はね。だからちょっとあんまりね言えないんだけどさ、でもさ、アンパンマンの曲ってさ、いいよね。めちゃめちゃ深いこと言ってるよね。ちょっと今歌詞検索するね。ちょっと待って。はい、調べてきました。アンパンマン体操、とんでもないですよこれ。いや、まずアンパンマンなんてさ、もう赤ちゃん絶対通る道じゃん。もう多分赤ちゃん界ではさ、もうアンパンマン見てね、人生半分損してんぞみたいなレベルじゃん、アンパンマンって。そんな赤ちゃんのもう
教養とされているアンパンマン、ね、歌詞ね、アンパンマン、もし自分をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ思い出せ。そうさ、空と海を越えて風のように走れ。夢と愛を連れて地球をひとっ飛び、ひとっ飛び。アンパンマンは君さ、元気を出して。アンパンマンは君さ、力の限り、ほら、きらめくよ、君は優しいヒーローさ。大事なものを忘れてべそかきそうになったら、好きな人と、好きな人と手をつなごう。そうさ、僕と君をつなぐ虹の橋を渡れ。雨と雲が逃げて太陽一回り、一回り。アンパンマンは君さ、勇気を出して。アンパンマンは君さ、信じることさ。ほら、輝くよ、君は優しいヒーローさ。アンパンマン、楽しいこといっぱい、でも寂しくなったら、愛すること、愛すること捨てないで。そうさ、鳥も花も遊ぶ、みんな君が好きさ。涙なんか拭いて大空飛び出そう、飛び出そう。アンパンマンは君さ、いつでも君さ。何これ、これさ、先週っていうか前回のラジオでさ、悪いことを考えてたらいいことを考える癖をつけようみたいなさ、めっちゃなんか偉そうに語っちゃったけど、もうアンパンマンがすでに教えてくれてたわ。これすごい深いよね、やばいね。で、これを歌おうと思った愛知県のアンパンマンは君ださん、すごいねこれ。いや、これちょっとね、もう大反省。嫌なことがあったら、酒とサウナ、まあサウナはいいとして、酒飲んじゃう。もうこれからちょっと僕一杯飲もうかなと思ってるけど、やめて、アンパンマン歌って寝よう。いや、ありがとうございました。なんか、皆さんもなんかね、他に嫌なことがあったら、やることをちょっと教えて。うん。ぜひ、普通歌で。送ってください、ちょっと聞きたい。はい、ということでありがとうございました。眠れるラジオは以上です。これでもね、眠れないよという方に関しましては、シャッフル睡眠法の動画というものがございまして、こちら最近もうすげー再生されてる、 またね、ぜひこちらめちゃめちゃ眠れる方法として話題ですので、こちらも聞いてみてください。しばらくね、ヒーリング音楽続きますので、そのまま寝落ちしていただくという形でも大丈夫かなと思います。それでは今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみ。